せました。ジューシーの切り返して、もう一度切り返した、浮かした、メリットボレーシュートは枠の外。いやジューシーの切り返しも見事でした。まあ、ジューシーの的には多分これで少しふわっと浮かした時にウェリントンの頭に合わせたかったんですよね。でウェリントンはやっぱ戻りながらのボレーになってしまった。これで一発目で上げると思ったの で、これで左足でごまかされるんですよね。うまいですよね。